これが神なのか。いつも行列のラーメン屋さんなんですけど、今日は誰も並んでない。やってきました。今から行くお店はこちらです。第一朝日です。いつもは大行列のお店なんですが、この日は運よく並ばず入ることができました。京都の老舗のラーメン屋さんで、早朝から深夜までやっているお店です。第一朝日のラーメンめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。本当に大好きなラーメンで、京都に来たらよく行くラーメン屋さんで、今回も食べられてよかったです。美味しかった。2軒目、じゃあ今から神が降臨してるというラーメン屋さんに向かいたいと思います。今から行くお店は年間600杯以上のラーメンを食べているという女性の方に、京都のおすすめのラーメン屋さんどこですかと聞いたら、このお店が一番最初に名前が挙がったので、今回行くことにしました。あったあった。これが神なのか。神、うわすごい、背脂作ったら結構ある。あ、でもすごい煮干しのいい匂いがする。麺は太麺がおすすめということで太麺にしました。おー、結構太いね。おいしそう。で、チャーシューは
レアチャーシューにしました。美味しそう。え、めっちゃいい匂いする。食べる前から期待値が上がる。めっちゃ美味しい。全然3軒目。では最後も有名な京都のラーメン屋さんに行きます。
今回は京都のラーメン3選をお送りしました。どれもほんまにレベルが高くってめちゃくちゃ美味しかったです。1軒目2軒目3軒目と味がそれぞれ違って、しかも3つとも食べログの上位のお店なんで、やっぱりレベルが高かったです。いつも皆さん動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ともものもぐ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 ぷもぐもぐぷもぐもぐぷ。